はい、皆さんこんにちは。元気なおじいです。さあ、今回はね、この間紹介した、この TRN の、これね、BT20XS というね、これイヤホン本体は違うんだけど、有線イヤホンを無線に変換する魔法のアイテムね、この続編の動画になります。で、これが前回紹介して、元気なおじいのね、視聴者様、オーディオ好きなね、大好評です。これね、おじいもね、だってこれ VX とね、ドッキングして聞いて、おーって思ったもん。ね。で、なんと今回は、この TRN の BT20X ね、KZ の商品よりも全然安くて、全然優れてるっていうね、そういう投稿も来たし、いや、ちょっと KZ 気になったんだけども、こっちかって正解だったっていうね。そんなコメントも来ています。当たり前だよ。Bluetooth 豪邸さんだもん。ね。はい。それではね、まず一人目から紹介したいと思います。はじめまして。Bluetooth 切れたりしないですか？いや、今日も使ったけど、全然切れないよ。ね。以前、KZ との似たようなの買ったのですが、プチプチ切れてて使い物になりませんでした。よろしくお願いします。ということでね、KZ の類似品はプチプチ切れてしまう。ね。で、元気なおじいも、KZ の類似品と思って、まあ、関連のところに出てくるので見ました。ね。高いのも安いのも。で、類似品っていうか、類似にならない。だってこっち3980円なのに、KZ のやつって、ちょっと一種類しかないのに、ね、6000円近いでしょ？値段も高いし、Bluetooth も 5.2 で、時代遅れ、世代遅れ、ね、支援もこれよりもするし、ね、接続が悪いのは当たり前なんです。KZ の類似品は、このね、製品よりも、性能が劣って当たり前なんです。スペックが低いんです。値段は高いけど、パフォーマンスは低いんです。ね。確か、コーディックはね、アクト、アップテイクスまでね、対応してると思ったんだけど、プチプチ切れちゃって繋がらないんじゃ使い物にならないよね。ワイヤレスイヤホンとして使い物にならないよね、KZ、ね。はい、そんなわけでね、TRN は安心してご利用いただけます。ね、はい、そんなわけでね、もう安心してください。おじいが太鼓判をします。プチプチ切れません。Bluetooth 5.3 です。KZ のしょぼーい高い商品と一緒にしないでちょうだい。ね。まずは使ってみて。ね。はい、二人目。うん。KZ 製と迷っていたのですが、動画を見てこっちの方が良さそうなので、ポチりました。ありがとうございます。VX で試してみますだぴょぴょーってことでね。もうぜひ試してちょうだい。ぴょぴょーね。ぴょぴょマークついたら、こうほら、こういうこうほら、こう、試してみましたぴょぴょーぴょぴょーね。はい、次ね。うん。はい。10% だったのは残念でしたが、ポチりました。ありがとうございます。で、安いよ、でも。だって、KZ に比べたら半値に近い。プチプチ切れちゃう KZ に比べたら、お値段が安くて、きちんと繋がる、繋がる。ね。しかも、ただでさえ39%で安いのに、10% も安くなるってね。神だよ。ね。だからね、そんなにぼったくらない値段で、10% オフと、ぼったくりの値段でね、売ってるものでは全然違うので、ね。概要欄のリンクは本製品じゃないです。まあ、これは間違ったから修正しました。で、今日届きました。お！ VX と
トライ i4 でしたが、試してませんが、全然音出ません。そうなんだよ。音出るんだよ。ヘンテコリンな有線イヤホンよりも全然音が出るんです。で、おじいもね、なかなかズバリとは言えないんだけど、VX がすごすぎて、このワイヤレスにしても、こんなに音が出るのっていうね、有線で聞くよりは、若干ちょっとおとなしく、なるんだけども、ね。でも、すごいんだよ。中途半端な有線イヤホンよりは、全然音が出てね、すごいね。だびっくりしたでしょ？おじいもびっくりしたんだもん。だって、そこまで期待してなかったから。ただ、有線から無線になる。理屈で言ったら、有線の方が音がいいに決まってる。それはしょうがないんだけども、でも、劣化がすごいんだろうなと思ったんだよ。絶対ね。いや、ここまで頑張ってくれるのって感じで、びっくりしたんだよ。ね。全然音が出る。ほらね。だおじいの動画は決して大げさじゃないんです。ね。感動をありのままに伝えてるんです。ね。だおじいはどんな案件やってても、感動したものは本当リアルそのまんま感動しています。で、そうでないものは、それなりにやってるので、もう見ればわかります。本当ね。解像感はね、確かに下がりますか。そうなんだよね。VX は自分にとっては音が分解しすぎてて、結構きつかったんですが、めちゃめちゃちょうど良くなってました。そう。いい環境で聞いてると出すぎちゃうんだよ。これがね。耳のフィット感もバッチリ。でしょ？でしょ？ね。だおじいも言ったら、これ、耳のフィット感が本当にいいんだってば、これ。本当。見た目でし、そう思わないでしょ？いや、めちゃめちゃジャストフィットしてるから、これが。で、ここ、押すとこが1個しかない。プチってね、押すとこが1個しかないから、間違いようがないし。このね、ジャストフィット、全然、この見栄えからは想像がつかない。で、こういうタイプのワイヤレスイヤホンがあって、ふにゃふにゃしてるのって、ちょっといまいち、こう、なんか頼りない感じで、ね。なんかこう、収まり悪かったんだけど、これは収まりがいいんだよ。びっくりくりくり、くりっくり、ほんと。ね。びっくりしたよ、ほんと。で、こういうのあると、やっぱ最終的に鳴らすドライバーが良いと対応しているコーデックとビットレート、サンプリング周波数は低くても十分ですね。そうなんです。だ値段が高いだけの KZ の類似品よりは、ね、アプトXに対応しててもプチプチ切れちゃう KZ 商品よりは、ね、Bluetooth 5.3 でね、ドライバーがしっかりしたいいものを使って調整していて、プチプチ切れないで、ね、いい音を出して聞けてる方が、絶対に上に決まってるんだよ、これが。ね、カタログスペックでは分からないところ。ね、これは実際に、おじいみたいな正直者がレビューしないと分からないこと。ね、インチキチンピラインフルエンサーみたいにね、本当に忖度ありまくりな動画を作ってるやつにはね、絶対に表現はできないと思ってます。こうなると他の同類商品も試したくなる。買ってよかったです。このまたこれを1個買ってよかったで満足してればいいのに、たまたまいいものを安くて掴んだのに他のものを手出して、せっかくこのコスパいいのがこう下がっていっちゃうよ、どんどん。ああ、残念だよ、本当。他の同類商品試したかったら、TRN の1万いくらのアプテックス対応するのがあるから、あれ試してみたらどう？はい、カムイさん。元気だぜ、お疲れ様です。しばらく YouTube から離れていたので、今日初めて知って早速待ちしたよ。特に VX の比較を聞いて、そうでしょ？
だからあの、おじいも VX も有線で聞かして、ワイヤレスで聞いて、ほら、この違いだよって、ね。あの、もう、所有者にはちゃんと伝わった。ね。もう、食ポチ。まあ、これは無意味な気もするけど、これにつけた VX とオペラシリーズとの比較を聞いてみたいね、ってことで。オペラシリーズシリーズってない。オペラは05と03しかないよ。ほんと。で、オペラは出過ぎちゃうけど、おじい、あの、HG4 気に入ってるんで、エンジン。ね、HG4 いいよ。はい、おじいお疲れ様です。VX 最高です。そうなんだよ。あの、TRL の公式さんにある VX ね、もう完売した。ね、完売したんだよ。完売したんだけど、また入荷した。で、8980円。定価高いままなんで、あの、おじいがメール送ってんだよ。あの、これ、この値段で販売するのって。セールで3キュッパぐらいで売って、その後4キュッパぐらいでずっと引っ張って、おいでもまあ5000円の価値はあるよっていうことで、たくさん買ってくれた方が多いんだけど、いや、8キュッパじゃね、さすがに、VX プロいっちゃった方がいいでしょうってなっちゃうんで、どうなんでしょう。ね。せめてね、今6000円ぐらいで売ってるショップがあるから、まあ、やっぱ4キュッパ、5キュッパぐらいまでになってくれないと手出ないよね、ちょっとね。でも、まあ、あまり言うべきではないかもしれないけど、おじいはあの、今日ね、TSB も紹介したんだけど、VX とはね、もう次元が違うってちゃんと正直に言ったからね、ほんとね。音の数が違う、解像感が違う、ね。もう音のクリアさも違うし、もう次元が違うから、全く違うから、ね。もう VX は別格に違うから、ね。10% か、ね。10% なんです。まあ、とりあえずね、あの、手を出さないようにしておきましょう。ね。3980円の 10% 引きでね、あの、10% かーって言ったらね、もうやめといた方がいいと思います。ね。はい、おじいお疲れ様です。なんじゃこりゃ、こんな便利なものがあったんだね。さ、ね、早急にポチ出していただきました。ありがとうね。届いたら僕も VX とシムコットに取り付けてみましてって。このシムコットってアマゾンで言ってんだけど、アマゾン発送で。あの、入れ物からして何かに似てるんだよね。ほんと。音いいでしょう。すごく音いいでしょう。ケースは箱に入れたまんまか。そうね。こんなようなケースに入ったりとかするよね、シムゴッドって。ね。作ってる工場同じなんだよ。多分音がいいのなんとなくね、想像できる。ね、はい、塚田さんがね、おじい、冒険して正解でした。おー、私の決め手は単体のバッテリーが KZ の倍だったので。ね。私の決め手は単体でのバッテリーが KZ の倍だったので、ね、リケーブル済み VX と比較すると音圧が若干落ちるぐらいで、そうだね、VX リケーブル、リケーブルステスの音良くなるからね、リケーブル済みの VX と比べるとやっぱ落ちるよね、ぐらいで、まあ、若干落ちるぐらいで良い音です。でしょ？AAC、SRC までしか対応しないでよ。これで。信じられる？この解像感。素晴らしいと思いました。ぴぴょぴぴょー次に音圧が逆に落ちてほしい KZ、ね、ZAAC に装着したら最強になりました。ね、そう、KZ ってどっちかっていうと、あの、こう、シャリが強いもの結構多いからね。おじいも前、あの、こういったイヤホン、あの、イヤホンって、KZ の ZS10 Pro かなからスタートしてるんで、結構音声に好きだったんで、でも、KZ って、ちょっと強いんだよね。出過ぎてるっていうかね。ちょうど良くなるんでしょう。ね。
おじいが興奮している商品は間違いないですね。すごく良いタイミングでありがとうございます。ありがとうございます。こちらこそ。ね、本当に。いや、おじいも、本当これ舐めてたんで。で、しかも、値段も安かった。で、値段も安いし、3種類のイヤホンのね、これがついてたでしょ。だから、普通に考えてみて、ベースが、だから安いってことになるから、そんなに期待してるわけないじゃん。でも、びっくりするぐらいいい音だったんで、これはもう、一人でも多くの方に持ってもらいたい。だって3980円の 10% 引きで、もう、どの有線イヤホンだろうが、ね、ケーブルが抜けるやつだったら、これ無線ディクションだから。そうでしょ？だからさ、今まで有線だと、ああ、3.5 ミリのね、端子がないからって諦めた人でも、ね、そのまま装着することできるんだもん。これ1個持ってても、バチ当たんないでしょう。ねえ。おじい、興奮するさ。イヤホンに興味のある人だったら、買ってって言いたくなるよ。今まで CCA とか、KZ とか、ね、ZEX とか、いろんなものを紹介してきたけど、安いもの、これで飛ばしてごらん。ね、便利になるよ。本当、音が落ちないで。ね、はい、あ、これで、ケース充電してるのですが、充電なんとかずっと赤なんですが、バグでしょうか。ね、ケース充電中は赤がね、ピッコッピッコってね、まあ、ね、点滅しました。で、終わると真ん中が赤、青になるんだけど、こっち側は赤のまんまです。ね。また、おじありがとう。もう一回試した。ケースは赤点ですから、赤点と。で、イヤホンは赤点ですから、消灯でした。充電か、そう、充電が完了すると切れるよね。そうするとこうなるよね。またプチってやると、青の赤点灯になると思うよ。おじいまで終わらすと、そうなるよ。ね、これね、ほら、今、こうやって入れ直すと、真ん中が青の赤点灯。今、ケーブル挿してないよ。ね、だ充電した時はね、消えちゃうんだよ、これが。もう充電終了すると。ね、この状態になります。だ初期充電は結構長めにね、ずっとやるといいと思います。おじゃまいって不安なんですが、別に、だったらフル充電までごう。ね。はい、質問回答を動画説明してくれて感謝。おかげさまで購入決心がついてポチっちゃいました。イエーイ。はい、おじい、先ほど商品が届いたので、VX と SIM コードを取り付けて聞いてみました。お、が、こりゃあ、いや、音も良いし、便利な商品ですね。おじい良い商品を紹介していただきありがとうございます。もう一つ買っても良いかな。ね、ありがとうございます。ほんとね。ほら、気に入ってくれた。ね、やっぱね、みんな気に入ってくれる。これ、この安いお値段で手に入るうちにゲットしないと。ね、おじいが興奮するんだから。ね、これ一個持ってて損ないって、ほんと。ねえ。はい、カムイさん。うん。元気だおじい、お疲れ様でーす。今は TRL-T20XS に VX を伝えて楽しんでるよ。本当にこれはいい組み合わせだね。本当に買ってよかったよ。ありがとうございます、カムイさんも。ね。ほんと。これもう TRL の担当者さん見たらもう大喜びだと思うよ。これね。おじいもね、紹介してよかった、ほんと。これね、私おじい、何にもね、言ったわけでも何にもないんだよ、ほんと。TRL の担当者、おじいがね、足ほら、ダメでしょ、病気で。私たちも心配してくれてね、大丈夫って言いながらね、こういうのもいいよ、ああいうのもいいよ、つってね、食べ物とかね、いろんなものをこう調べてくれたりとか、すっごい優しいんだよ。ね。で、最近どう元気になったつってね。で、これね、送るから使ってみて、つってね。ほん
とね、すっごいいいもの。だってこれ3980円に 10% だからね、ほんと。いやー、ほんとこれはだっておじい、楽しいアイテムになったよ。いろんなもの作られるから。だからおじいは、今日もね、今ちょっとヘッドホンとイヤホンで、言うてんだっかな、ノブサウンドさんのやつ、これに合うイヤホンかけどね、どれがいいって言うから、ずっとね、ご飯食べながら、いろいろ聞き比べたの。よいしょ。ちょっとコードあれだけどね。これね、これすっごいいい音すんの。ほんと。ヘッドホンアンプ。ね。まあ、プリアンプだから、主力でね、パワーアンプにも入る、いけれるんだけど、これが、すっごいいい音なの。これ買った人大絶賛みんな。ね。これね、さ、ここら辺にまた紹介した時の動画出してくるんで、興味ある方ちょっと見てみてください。これ1個持ってるとめっちゃ幸せになれる。で、これ、電源が、これ USB から取れるから、ポータブル電源とかモバイルバッテリーから取ると、コンセントから取らないから、ノイズが乗らないから。ね、非常にね、面白いアンプです。ね、で、こっからね、これで聞くイヤホン、ヘッドホン、どれがいいってね、おじあの、トライポインのやつとか、トライ i4 とか、ね、そういうのを、組み合わせすごい良かったと思うので、それを紹介したくても、売ってないんだよ、今。現役で売ってないんだよ。で、一生懸命探してるんだけど、おすすめのやつが売ってないんだよ。で、VX もおすすめなんだけど、今高いんだよ。だから値段安くしてくれって言ってるんだけど。で、じゃあヘッドホンだったらね、何があるって、で、ヘッドホンは、これではない。組み合わせで聞いたけど、これではない。ヘッドホンだったら、安い値段でね。はい、だったら、これ、これ、メーカーなんだっけ？メーカーどこだっけ、これ。メーカー、あ、ワンオーディオ。うん。ワンオーディオの、これモニターなんだけど、うん。プロ50ってのがあります。で、これがね、1回1、3回ぐらいタイムセールやるんだよ。で、4450円ぐらいで、ぐらいだよね、確かね。4000円台真ん中ぐらいで、必ず決まった値段でタイムセールやるので、1ヶ月に3回ぐらい。なので、その時にポチッと、4回かな、1週間に1回ぐらいはその値段に落とすんで、4000円台の真ん中ぐらいだって、これが最上位モデルなんで、一応ね、モニターのね。で、これがその値段で切るんで、で、とりあえず組み合わせて聞いてて、ああ、まあ、本当ゆとりがあるんで、やっぱヘッドホンのが、ドライバーが大きいから、ね、下をターンとかね。まあ、本当はソニーのね、いいやつくっつけると音いいんだけど、満タイなんで、なんで、ね、まあ、このアンプに組み合わせて、まあ、聞くっていうから、まあ、そんな高いのじゃなと思うから、から本当に手が出る範囲でって考えると、ワンオーディオの、このプロ50っていうのが、あ、やっぱり、聞き比べてみて、全然、もう、音圧も違うし、音の出方も違うので、これよりも、これ買ったら絶対幸せになります。組み合わせはね。だからね、これはね、今でも手に入る。なんか、新色も増えたけど、ね。ただ、間違えて、なんだっけ、真ん中のやつ選ぶと30なので気をつけてください。まあ、ゲームキャプチャーツブテックイチさんが、間違えて、あ、シェード繰り返りじゃん、ちょっと安いからって、ポチって、それ50じゃないよって、ああ、やっちゃったーってね。トラップがあるんで、ワンオーディオのページね。そこを気をつけて、50を確認してね、ゲットしていただければ、コスパがいいです。これね。配列を対応してるんで。ね、まあ、それだけで、ね、ヘッドホンの安いやつだったら、ワンオーディオのプロ50なんだけど、今ね、イヤホンのね、おすすめがなくて、で、今ね、TRL のやつで、もう VX シリーズはおすすめできるんだけど、
相性としてだよ、相性としてね、うん、ちょっとね組み合わせでおじいは合わないと思うので、やっぱりトライ i4 か、トライポップ V だっけね、そこら辺のやつがね合うので、売ってないんだよな。ほんとね、今手に入るやつで何が合うのかなってね、今一生懸命探してる。ほんとね、これなんか特にね、これ、このトライポビンのやつ、これね、もう今手に入らないんだけど、ほんとこれね、耳にすごいフィットして、これ今リケブリしちゃってあるんだけど、これね、寝て使えるんだよ、これ。実は寝ながら使えるの、これね、これトライポビーのやつなんだけど、これね、これがここが出っ張ってないんで、こうやって寝てても大丈夫なんだよ。これこうしたって寝ててもここすごい、ここでこう面でフィットするんで寝ながら使える。で、今のやつって、みんなここが高いんで、寝ながら使うと思うと、いててててってなるんだね。で、ほんとね、しぶきが見える音がするんで、これね、これ確かね、5000ちょっとくらいだったと思うんで、これすっごいおすすめなんだけど、もう手に入らないんだよ、今ね。ブランドはあるんで、まあ、ちょっと声かけしててもね、今のおじいほら再生回数が回ってないから蹴られちゃうんだよね、そんなわけでね、まあ、ぶっちゃけ本当今売ってるイヤホンで、何かいいのって言うとね、本当今 TRN さんのやつだと本当 VXなんだよね。もう VX 聞いちゃったらもう、かすんじゃうんで、他がね。あれね、ほんとね、おじいのチャンネルね、みんな VX ね、みんな頑張ってくれて、なんだっけ、何オーディオさんだっか、おじいが VX 紹介したときは、結構お値段よろしかったんだよ。今の TRN 公式さんが売ってる値段と、それは変わんなかったんだよ。過去の動画でね、紹介してるんだけど。で、すごいおじが、はしゃいでたんだけど、その時に買ってくれた方って本当に一人一人ぐらいしかいなくて、お値段がお値段なんで、ね。でも、TRN 公式さんがすっごい安く出してたんで、本当20点ぐらい出してたから、色違いとかね。あと、マイクに出したからね。合計でだから40点50点くらいあったのかな。で、もうガンガンおじい、アホみたいに動画を作って、ガンガンアピールしてて、で、おじいのチャンネルでね、おじいのリンクから VX を買ってくれた方が結構いっぱいいたんだよね、ほんとね。今まで売れなかったんだけどってね、結構パカパカ売れて、ね、でもおじいもすっごい自信あったから VX は。ね、手にした方気に入ってくれると思ったから、もうガンガン鬼のように動画作ったんだよ。だからみんなね、買って VX 持ってる方が、おじいが VX くっつけて、おおってやると、VX 持ってるってね、で買ってくれるんだね、これね。こうやって音聞かせると多分わかるから、ね、あ、本当ね、ありがたいね、本当この VX はね、再生するものとか音源によって出すぎちゃう。すごい解像感が良すぎて出すぎちゃう。でも出すぎちゃうっていいんだよ。抑えることはできるから。みんなさ、こもっちゃってるから気持ち悪くて、良くしたいがためにリケーブルしたりとか、これ何かしらのパワーアップをしたいだけじゃん。結局。でも、ベースがこもっちゃってるのは、なかなかね、そこから上に行くったって、もうエイジングぐらいしかなくて、そんな極端に変わんないんだよ。でも、この VX は、本当、
綺麗なんだよ。本当音が澄み切ってて、というか解像感っていう言葉は、ああこの音だね、あ解像感って、ああわかる、この音だ、解像感がすごいってこういうことなんだって本当にね、もう嫌ってほど教えてくれる。あ解像感ってこうなんだってね。だからこの VX はすごい。だから逆に出過ぎてるものはある程度抑えてごまかすことができても、こもったものは出過ぎるまでにいかないのでね。あのね、本当に VX 持ってる方ね、よかったね、本当。DR の公式さんめちゃめちゃ安く売ってたからね。で売れちゃったからね、また調子に乗って10個出品してるけど、その値段じゃなってね、感じするよね。はい、そんなわけで、まあ本当楽天ハンドの Bluetooth を使ったとしても音いいですね。本当ね、お値段以上の音です。お値段以上って何で言えるのっていうと、まあ、ソニーのやつが何万円するじゃん。で、何万円出していい音なんだよ。でも、何万円出してこのいい音、そこにはかなわないかもしれないけど、でも、え？この値段でここまでっていうね。で、それ考えると、すごいお値段以上、コスパがすごいいいってことなんです。ね、ソニーみたいなああいう高いのって、何がいいのっていうと、もう単純ノイズ対策で、音がすっごい出てるのに突き刺さらないで、ノイズを除去しすぎるとなんか寂しくなるんだよ、音が少なくなっちゃって。で、そこがね、感じさせない、その、リスニング用のやつは、またそこに、ちょっとこう、空間の広がりと、ちょっとエコーをかけたような、そういう演出だね。ワイヤーマークチューンみたいなね。で、ボーカル重視にしてみたりとか、そういうね、演出、エフェクトをかけて、リスニング用にするんだよね。で、モニターはね、本当すごい聞こえすぎちゃう。ね。落ち着かない。でも、本来隠れてる音まで全部聞くことができる。うん。で、モニターの、ソニーのモニターを聞いてから、いろんなイヤホンを聞くと、どこまでの音が、どういう感じで出てるのかなっていうのがわかる。うち今までは基準が分かんなかったから、でもソニーのやつを聞いて分かった。うん、で、900SC とかを使って初めて、あ、これがキョンキョンの声だ、久保田酒の声だとかね、あ、これが人間らしい声だな、あ、実際にいたらこの声だよねっていうね、一緒にカラオケボックスにいたらこの声だよねっていう、だからいかに今まで聞いていた音が、機械音だったのか、クリアにすればするほど機械音になってたっていうね、全然人間の声してないよねって、ボーカロイドの機械の音だよねっていうね、そこに気がつかされた。それがね、ソニーのやっぱすごいところだね。ソニーのヘッドホンで気がついた。そこで基準が分かった。ね、900ST はやっぱ神だなと思うよ。本当ね。まあリスニングに使えないっていう人がいるかもしれないけど、じゃあリスニングで使えるよ。まあ若かったら今結構高音が聞こえなくなってきてるから余計に使えるかもしれないけど、若い人だったら使えないかもしれないけど、もちろん900ST もうそのまま普通にリスニングでもうすごい楽しく使えるよ、ほんとね。まあそんな感じでね、まあ VX との相性もすごくいいですで、あ、そう、せっかくだから、じゃあカムイさんのリクエストにちょっとね、お答えしようかな、じゃあね。オペラシリーズ、ね、オペラ。オペラ、
オペラはすごい音が、だ VX みたいな感じだから、すごい出すぎてる。寝ながら聞くのには厳しい。で、HG4 がすごくナチュラルなんだよ。だ万人に知られたら、多分、HG4 なんだけど、でもオペラは、その出すぎてるのは抑えることがある。だからでもね、もうおじいの頭の中で、オペラで行かないけないじゃんって思うんだけど、まあ一応やるだけやってみるよ。一応ね。やりますよ。まあオペラだね。どう違うかってことね。こんな、1万円もする。ね。1万いくら、1万2000いくら、3000いくら。ね。それと比べるの鬼だな、ほんと。これ今、エイジーことしか認識してんだよな。またこれ、ドライバーもでっかいからね、これな。ちょっと待って。よし、じゃあ、行きます。まず、オペラを。聞きます、やっぱ音いいよ。音いいに決まってんじゃん。オペラと比べてってね、そりゃないよ。空間の広がりがね、このね、音の音情とこの音の定位がすごいくっきりしてて、もう本当に演奏者がそこにいるような感じなんだね。オペラ05音いいよなぁ、ほんと。で、これ VX? どうかなぁ鬼だなぁ、ほんと。おお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 おクリアさは勝ってる、こっちの方が。おお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 ナチュラルの、こう、ベールに包まれてるのはないけど、いや、クリアだねー。聞いてるこれ。すごいよねー。うん、オペラ05がせっかく、ノイズを除去して、
ちょっとこう見えないオブラートでナチュラルにしたけど、それ全部取っ払って、もう全部聞こえちゃってるっていう。言うならば、こっちのオペラは、もう上品にノイズを取って、おじいさん、決してこの音を開けないでくださいねって、シャッターの中から、チャチャッチャチャッと音が聞こえたのに、バーって開けて消えちゃってるような感じだね、これね。これはね、ちょっとすごい心配したんだけど、うん、うん、フェアなジャッジをしますね、ウルトラフェアなジャッジをします。音のクリアさとか綺麗さはもうこのコンビの方が上です。でオペラ05の方がこっちよりも上品です。あのね、本当にクリアさで言ったら襖1枚分の差ぐらいある。ただ音がこもってるわけではない。音がこもってるんじゃなくて、ノイズを除去して余分なものを全部きれいにしたらこれぐらいに整うよっていう感じと、あとはね、なんかちょっとあのエコーかかってるような、ちょっとこうポワーンっていう空間作りの演出が入ってるね、オペラ05は。だから本当にね、聞いてて心地がいいっていうか、その上品、うん、まあ、スナックとまではいかないけれども、うん、おじい、そういうお店は知らないけど、バー、そう、バー、ね、あの、こう、なんか、蝶ネクタイかなんかで、キュッキュッて、なんか、こうやってやってるね、ああいう、なんか、ね、ちょっと、このバー、うん、この音は、バー、ね、で、だとしたら、こっちは、うん、バーではない。でも、スナックではないよ。あんなやスプートではないよ。なんて言ったらいいんだろう。そういうお店行かないからさ、わかんないんだよ。お客さん迎えに行くことはいっぱいあったけども、自分でプライベートでこれ行かないんで、ほんと。あ、会社であの、あいつ連れて帰ったことある。若い頃ね。あのね、一応わかんないんだけど、もう聞いた感じ高級なんだよ。だ、例えばなんかこっちはなんかサウンドハウスみたいなところで聞いてる音で、こっちはもうなんていうのかな、教会の中って言うとおかしくなっちゃうな、なんかオペラハウスっていうのかな、なんかなんっけ、辻なんだっけ、正信だかなんだっけ、辻井さんがね、演奏するような、ああいう、なんていうの、由緒あるね、ああいうところの会場で鳴らしてるような、ちょっと高級感がある、こっちはね。うん、まあ、車で言ったら、まあ、レクサス。ね、レクサスの音がする。こっちは、こっちはね、どんな音なんだろう。こっちは、スープラの音かな。こっちはね。うん、まあ、結構元気。ね、本当に。だこっちは、本当もう大人の渋い、ね、音がする。っていうね。なんかこう、ワインでも飲みながら、ね、ってね。で、ここバーボン片手にね。っていうね、そういうこう大人の味わいの音がするね。こっちはもう行くぞって感じでね、若さがあるね、フレッシュね、そんな感じです。うん、本当にね、いい組み合わせだね、これね、そう思います。
いやもう心臓ドキドキした。もう、やめてよ。ああ、でもよかった。ほんと。どっちもいい音です。ね。どっちの音を取るって言われると、いやもう綺麗にくっきり取りたいのはこっちだけど、でもこのオペラ05の音がね、本当になんか上品な音なんだよ。これはね、オペラは。すごくいい上品な音だね。うん、まあ、高知つけがたい、それぞれの良さがあります。ね。まあ、それぐらいね、この AA シーンと SR シーンにしか対応していないのに、ここまで貼れるってすごいよ。ワイヤレスで。KZ みたいにプチプチ切れません。しかも。ね。はい。そんなわけでね、神社の無茶ぶり、ありがとうございました。そんなわけで、有線から無線、大好評、TRL の BT20XS でした。ね。ここら辺にね、前回紹介した動画を置いておくので、もしまだ見てなかった方は、こちらをご覧になってみてください。Amazon のリンクはこの動画の説明欄にあるので、じっくりとご覧になってみてください。もう、おじいがガチ押しできる、有線、無線の変換秘密アイテムになります。以上です。最後までご視聴いただきありがとうございました。ガチ押しです。またね。バイバイ。